Hello everyone! Welcome back to WeExpress TV! まずはですね、私からなんですけど、ちょっと簡単な紹介になると思いますが、何もないしは2018年に結成されまして、で今平均年齢20歳で、関西ジャニーズジュニアの方から来月デビューするグループなんですけれども、7人組の男性アイドルグループで、今年のさまざまな高校生などのトレンドは結構ランキング入りな感じではございます。今週公式の YouTube チャンネルが開設されまして、で今はもうグラブのオフィシャルミュージックビデオ、プロモーションビデオが、そう、再生回数200万超えました。MV が2日前にアップロードされましたね。はい、で今はまあ何人の中で2人だけ未成年なんですね。まあ、末っ子の長尾謙杜と水田俊介が両方ともに19歳ですけれども、それ以外はみんな成年ということで、はい、あとファン の愛称が何ファムなんですよ。なにわ大使からの何で、ファムファミリーのファムで、何ファムがファンの名前、何ファム、そういう感じになります。ではまずはウブラフのミュージックビデオから始まりたいと思います。はい、でやっぱりちょっと着作権関連でみんなに見せないんですけれども、下に概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひ皆さんも私たちと一緒に見ましょう。私はもう何回も見たんですけどめっちゃカラフルだね。そう、ピンク。ワン、ツー、スリー。Yes! OK! かわいい。It's so colorful. Wait, are they all in love with the same girl? I guess. 顔きれい。They know how to look cute. Oh, the moves are so cute. この子誰？めっちゃきれい。あ、この子、大西流星という子で、20歳です。Their eyes are so cute. かっこいい。So cute. かわいい。いや、これね、コーラスの振り付けが YouTube のショーツのハッシュタグもありますよね。あ、みんなでオブラブみたいな、これ。おぉ、とりあえずこれがミュージックビデオですね。It's like a very good first video. Like, they seem so young and innocent and cute and like enjoying life and having fun with their friends, but also like falling in love.They'll do more grown-up things in the future. I don't like, I think it's just like because I'm too old. Like, let's say that because I'm like kind of used to the cool concept from like K-pop, and also I like Snowman and Stones, right? So they have a lot of like 大人 concept. So I'm just like, also no, I'm not really used to this like kawaii. 違うね。Yeah, so it's very cute. It's very cute. どうした？どうすか？この前見せた Stones の MV と全然違うでしょ？そうよね。かわいい。かわいい？いや、綺麗。あー、そのさっき の大西流星という子ね。そう、あの子はメンバーカラーはオレンジで20歳で、この前にやったチュキチュキポーズはその子が考案しました。あと一人だけ目立つだね。誰ですか？ちょっとイケメンの顔がする。あれ、レベカさんが好きな人ですか？あれじゃない、私ですか？惜しいじゃん。そうですね。なんかみんな可愛い可愛い丸いとか丸いで、いきなり、イケメンだけ一人いるじゃん。like 大人。ありがとうございます。そう、京平は2000年生まれの21歳で、メンバーカラーは紫ですね。はい、あと、この前、レベッカさんが、ちょっと MV ダサいけど、申し訳ないねって言ったじゃん。全然ダサくないよ。マジで？いや、なんか衣装がダサすぎて、衣装はね。そう、背景は好きなんですよ。セッティングは、セットが好きだけど、衣装がちょっと、もうちょっと頑張ればいいな。I feel like maybe for like a performance, it's a little bit like, whoa, why are they wearing that? But I feel like in this one, it's like a cutesy fantasy gasoline stand. Yeah, yeah, yeah. So it's like okay. あとメインボーカルの人が好きかも。大橋和也ね。和也はリーダーで、メンカラは緑なんですよ。リーダー兼メインボーカルみたいな。そう、この子も。もうちょっと歌う側の動画を見せたいと思うんですけど、次デビューする前のオリジナル曲、ちょっとかっこいい感じのものを見せたいと思っております。楽しみ。はい、これはね、結構センターは西畑大吾というメンカラーレッドの人なんですけど、たまにロテーションします。で、この今見せる動画のこの「シャウィ」っていう曲なんですけど、こっちのセンターはさっき話したちょっとイケメンの高橋恭平です。でなんでちょっとかっこいい感じの曲ではありますね。グッ？グッ？うん、OK。
おお。ナイスイントロ。かわいい。かわいいよね、リチェ。あ、かっこいい。かっこいい。あ、oh, the member colors. The member colors, yeah. おお。よはい、これがおシャオイですね。いかがでしょうか。It's so different. It's so different. 全然違う。うん、この曲のイントロがめっちゃ好き。ああ、その、コント？シャミシェ？そう。Very traditional. Yeah. そうだね、確かに確かに。これはもうちょっとなんか日本っぽい感じでいいと思いますよね。我々なにわ男子は本当にいろんな曲が持っているっていうのがあると思います。Oh, I thought, yeah, because they're Naniwa Danshi, I thought they were going to bring like something more like, 関西 into their, at least the debut, like kind of like Kanjani, but... I feel like it's because their producer is actually Okura from Kanjani Eto, so he saw themselves and also Wes that it doesn't go long with the Kansai concept, I think, in my opinion.He probably thinks in that way, so that's why he doesn't want them to be super Kansai. And tied to that. So, だから、デビュー曲はそういう感じではないけど、多分2枚目か3枚目はそういう感じになっちゃうかなとは思います。で、次はちょっと違うものを見せたいと思っておりまして、イシャさんがちょっと目にかかった、大橋和也という我々のリーダーなんですけど、マジで私ね、この人の歌がめちゃめちゃ好きで、 KinKiKids 様の「あの切迫の月」っていう曲があって、2019年のあのアイランドフェスティバルで SnowMan の目黒蓮と渡辺翔太とトラジャーの川島ノエルと松倉海斗と、なにわ男子の大橋和也と高橋恭平一緒にこの曲を歌ったんですね。いや、マジで上手くて私びっくりしました。これ初めて見た時には本当になにわ男子に全然なんか詳しくなくて、スノーマンの渡辺翔太が好きだから、本当にスノーマンのために見たんですけど、いや、うまくてびっくり。じゃあ危ない、早速ちょっと大橋和也とスノーマントラジャーの水爆の月行きましょう。一番最初に歌う人が一番緊張するよ。いやね、すごいなと思ったもん。歌い方が癖がないのが好き。 Wow, he's so good. ちゃんとハモリしてるね。すごい。ジャニーズは歌えないの、誰が言ったの。わめっちゃビューティフォー。めっちゃビューティフォー。ありがとう。シンガーのイチャさんからこれはちょっと嬉しいよね。私の中でそのコーラスのなんか愛しただけ胸が痛むってところがマジで刺さった。おなんかおおみたいな、ジャニーズっぽくない歌い方かな。And they must have been so nervous because it's like the Dai 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 Senpai's song. I know. KinKiKids is like Dai 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 Senpai だから。しかも生歌はね、すごいなとは思う。そうです。確かに。声が震えてないのがすごいな。じゃあ私もこれはなんか毎日聴くの。めちゃめちゃ上手いなと思って。次にすごい私が好きな曲のあのボクソラ、足跡のない未来っていうアラームの曲、私のアラームすごいな。聞くだけでちょっと起きるみたいな感じになっちゃう。おお。1,2,3, go! J-POP だ。あ、大悟。大悟くん。うまーい。これは何歳の時？これ去年。若いな。あーみんなうまいな。でもみんな長いからかもしれない。すごいね。こんな踊ってるのに、生で歌うのも。Clap your hands. Oh my goodness. はい、以上です。これが私がすごい好きな、一番好きな曲かもしれないです。オリジナルの中で。おー。オブラブよりも。どうですか？これはザ・ジェイポープだよ。ザ・ジェイポープですね。でもそれこそこのグループの良さじゃない？そうですね、確かにね。まあでもね、ある意味で私もかっこいい曲もいつか欲しいな。あー。そう。あ、1年後とか、まあ2年後とか。おしゃれ感が欲しい。いや絶対かっこいいもん、うちの子たちがスーツ着ると。絶対かっこいいから、みたいです。Who's the best dancer in the group? I think it's either way Joe or Kazuya, because Kazuya, he actually get into Giants for dancing, but for some reason now he's like, he sings more. そういう感じでございます。
今までの話に出てないちょっと中尾健人もちょっとかわいそうだから見せたいと思って、はい、この子はね、あのこの曲が一番いいかな、 So Da Pop Love っていう曲があってね、うん、この子はすごい面白くて、うん、アメリカ大好き、海外大好き、うん、で、あのパリに住んでいるアーティストの親族がございまして、うん、なので、あのすごい絵がうまい、めちゃめちゃうまい。はい、行きましょう。 One, two, three, three。 なんかうちの姉の推しですね。あ、この髪型好き。なんか黒髪がいい。あ、そう、衣装も、うん、その結構この長尾くんっていう子が一緒にスタイリストさんと一緒に作った。すごい。この衣装が好き。このオレンジの？うん。いいよね。I want it like a pen light or a chihuahua. I know. I'm gonna buy it. Mm-hmm. If I go there like tour next year. はい。すごい。ありがとうございます。衣装も長尾くんが一緒に作った感じです。センスいい。そう、センスが良くて、しかも去年のリモート期間中にアイランド TV で自分たちで撮ったんですよ、あのファンへの配信の動画で。あの子が作ってたのがキューバのサンドイッチ、 The Cuban Sandwich from Chef、 キューバのシェフ、すごい。だからおそらく絶対シェフ見たなみたいな。すごい、ね、お姉さんの話で本当にすごい海外で大好きな自由人の長尾くんでございます。最後にあのちょっとさっきもあんまり1回だけ出たのが藤原丈一郎、あの人、あの一番最年長で、うん、入社しても17年、うん、やっと今年がデビューできる。すごい。で、あの Have you seen the moment that they found out? Oh my god, I don't know if I can find it, but I'm gonna show you. And my baby boy Kyohei was like crying like a, I don't know, like a baby. Yeah. Like, so this is like, I saw this, I don't know much about them, but this was on my like,timeline on Twitter, and everyone watched it even if they didn't really know like about the group, and everyone was so like touched. Okay, like, we still have a little bit of time, so let's watch it. It's so emotional. あるんだ、あるんだ。うん。Okay, じゃあ始まりましょう。はい。Yeah, when I watched it, I cried too. And I was like, I don't even know these people. 私なんだ。この子たちが号泣。これは嬉しいよね。あんな頑張ってる。本当にごくわずかな人たちしかデビューできないから。よかった、本当に。頑張ってください、なにわ男子。そういう感じでございます。うん、で、やっぱり最後にちょっと皆さんに聞きたいんですけれども、なにわ男子でちょっと推しはできたかな？うん。あれ、緑の和也。その理由は？理由は？うん。歌うまい。うん、歌うまい。可愛いけど、甘すぎない。ああ、わかる。すっごいわかる。気持ちは超わかる今。うん。はい。カイさんはどうですか？I think because I've only known about Daigo so long that like it's like automatic to look at Daigo. Yeah, so I like him a lot. But I think out of today's, Onishi-kun maybe? Onishi-kun! やったー！それはなぜですか？I don't know. I think like the way that he like looks at the camera and like has very like big eyes and like sings really well and like he, I think he had the most fan service moments in the videos we watched today. So like you could see how like he gets along with like. なんか子犬みたい。Yeah, he's so cute. そうだね、確かにね。はい、ということで嬉しいですし、もうこれからもみんなもちょっとどんどんあの何も男子を見ていただければと超嬉しいです。はい、はい、YouTube もぜひ登録してください。はい、何を私だけではなくて We Express もぜひここ登録といいねとコメントもお願いしますあと何ファムがいらっしゃったらぜひコメントであなたの推しのメンバーカラーだけでもいいので教えてくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。